1656年、朝鮮の北部地域であったお話です。当時の朝鮮の王は17代王のヒョジョンでした。この時期に朝鮮半島の北の方に、ペムリョンという官僚がいました。この官僚は、当時とてもお金持ちと言われていたチャン氏と結婚することになります。 でチャン氏は女性だったんですが、当時の朝鮮は男女区別なく財産の相続ができましたので、チャン氏もペイ・ムリョンと結婚するときに自分の多くの財産を持ってくることができました。ペイ・ムリョンはすでに地方行為官僚だったので権力がありました。そしてチャン氏はお金がありました。 これで、ペムリョンの家紋は、えー、妻のお金でとても豊かな生活、そしてペムリョンの権力で怖いものない生活をしていたと思います。そして、二人の間にはとても綺麗な二人の娘が生まれました。一人は長女のチャン・ファ。二番目は地女のホン・ニャンでした。チャン・ファはバラを意味していて、 本年は紅蓮を意味していたので、二人は花の名前が付けられたことが分かります。これで、この家族はとても幸せな人生を送ることになりますが、えー、残念ながら、チャン氏が地上を出産してから間もないうちに亡くなってしまいます。チャン氏は亡くなる前に夫のペムリョン無料にこういった遺言を残します。二人をよろしくお願いします。 これを聞いたペン・ムリョンは、任せておくれと言いながら、チャン氏を安心させます。これで、チャン氏はペン・ムリョンを信じて亡くなってしまいます。お母さんは亡くなったんですが、この二人の姉妹はとても仲が良かったので、この家族にはずっと笑いが絶えなかったんです。お父さんであったペン・ムリョンも、娘たちが大好きだったので、いつもこの家庭は幸せでした。 そんなある日、父であるペイ・ムリョンは娘たち2人を呼んでこういった話を言い伝えます。君たちの新しい母だと言いながら新しいお母さん、奉仕を紹介しました。姉妹の2人は新しいお母さんが入ることが正直に言うと嬉しくはなかったんですが、お父さんのためにこれを認めることにします。 もともと幸せな家庭だったんですが、父であるペン・ムリョンが、星、えー、と新しく結婚した理由は、息子が欲しかったからです。そして、星はもともと出身が没落ヤンバンの出身で、全くお金がなかったので、ヤンバンという貴族だったにもかかわらず、お金に困る生活をしていたらしくて、えー 簡単に言いますと、星と結婚しようとする貴族は誰もいなかったんですね。2人は5た、え、お互いの目的が合致したので結婚することになりました。そして、無料にはとても幸せなことに、星との間で3人の息子が生まれることになります。その中で長男の名前はチャンセと言います。 ペムリョンが欲しい息子を3人も産んでくれたホッシーは、ペムリョンの財産を使って、とても贅沢な生活をしていました。そのうちに、チャンハとホンニョンには、とても厳しい態度をとっていたらしくて、チャンハとホンニョンはとても苦労していたそうですが、お父さんの幸せのために我慢をしていたらしいです。 時間は経っていつの間にか長女であるチャンハが結婚できる年になりました。チャンハは周りにもとても性格も良くて美人と有名だったので、周りの男たちはチャンハが結婚できる年になったことを聞いてからチャンハのところに来て、結婚してください結婚してください結婚してくださいなど、 えー、結婚のお願いが殺到していたらしいですね。チ、えー、ャンハはとても困っていました。とても人気者でしたね。それを聞いたお父さんは、えー、とてもいい名門家門を選んでチャンハとそして本人も結婚させようとしました。ただし、こういった話がとっても。 とても嬉ししくないい人がいました。それはママ母であった星ですね。じゃあ理由はとても簡単です。当時は母の財産はその母の子供たちのものでした。 新しい嫁さんを入れた場合、つまり腹違いの兄弟には財産がいかなかったんです。このままだと、今、ペ・ムリョンが持っている、えー、元の奥さん、チャン氏が持ってきた財産は、そのままチャン・ハと本女のところに行ってしまって、<laughs> ペン無ンと星は残ったわずかの財産で生活しないといけなかったので、星にとってはこれはとても面白くない話になりましたね。星にとってはこのお金は全部自分のお金だという認識があったそうです。星はずっと夫であるペン無ンにこのことを訴えますが、私は息子を3人も産んであげたんです。 しかし、これを聞いたペムリョンは、この財産は娘たちのものです。あなたのものではない。と、観光に答えるだけでした。これで、星はがっかりしてしまいます。しかし、ここで諦める星ではありませんでした。この娘たちを追い出すために、星は何か企み始めます。あるい、星はペムリョンの前に、 とてもも気持ちのの悪いものを渡しますそれは血まみれになっているタオルのようなものでその中には肉みたいなものが包まれていました。ペンウルンはびっくりしてこれは一体何でしょうって星に聞いたんですが星の答えはとても衝撃的なものでした。これはチャンハの部屋から見つかりました。これは赤ちゃんの死体です。おそらくちゃんは,は 男遊びがひどすぎて誰かの子供を産んでこっそりしてたでしょう。という話でした。ペイムリョンはあまりにもショックを受けました。なのでペイムリョンはチャンハを呼んでこれを問い詰めます。一体これは何なんだ それを聞いたチャンハンはこうやって答えます。お父様、違います。私は知りません。あまりにも必死に否定する彼女の態度に、ペムリョンは少し考える時間が欲しかったようです。なのでチャンハンにこういった提案をします。わかった。しかし状況が落ち着くまで母の家で休んでなさい。 それを聞いたチャンハは、えー、自分自身も一体何が起きたのかわからなかったので、えー、お父さんの話に従うことにします。それによって、チャンハはしばらく本人と離れて家を出ることになりました。チャンハが家から出る当日、父はチャンハのことを心配するふりをして、一人では危ないから弟と一緒に行ってね。 と言って弟をボディガードとしてつけてくれるんです。えー、もちろん、ホンニョンもとても悲しくて、チャンハもとても悲しかったんですが、お父さんの命令だったので、えー、やむを得なかったんですね、これでチャンハとホンニョンはしばらく離れることになりました。じゃあ チャンァが家を出て夜になりました。一緒に歩いていた弟がいきなり立ち止まりました。それを見たチャンァはこうやって聞きます。どうしたのそれを聞いた弟はこうやって返事します。家紋の紋を汚した女、あの池で自殺しろって急に怒り出したんですね。 それを聞いたチャンハはとてもびっくりしたんですが弟の態度はあまりにも強かったんです。出ないと妹まで殺してやると状況の把握ができたチャンハは弟に最後のお願いをします。あなたの言う通りにするから本人には手を出さないでねと言って本人を守るためにチャンハは自分のことを規制することを決めました。それでチャンハは自分から池に飛び込んで その命を落としてしまいます。ちゃんァがはっきり死んだのを確認した弟は、じゃあこれでお家に戻ろうとします。その戻る途中で、いきなり、うわーという悲鳴が聞こえました。痛い弟に何があったんでしょう 次の日朝になりました。えー、無料のお家に血だらけのあの男が訪れますが、それを見た星はびっくりしました。それはいかにも自分の息子だったからです。ただし血まみれになっていて、腕もなくして、足もだいぶ怪我をしていて、耳も両耳全部ちぎれていたんです。息子よ、一体何があったのどうした息子は命がらがらの状態でこうやって返事します。山で虎に襲われて、 はい、そうなんです。チャンハを殺して帰り道で山で虎に襲われたんですね。しかし、幸いにい命だけは助かったらしいですね。それを聞いた本ンは、チャンハはどっちにあるのか確認したくて、すぐこうやって聞きました。姉はどうなったんですか姉はどこにいるのとはこうやって答えます。虎から逃げようとしたが、池に溺れてしまって。 それを聞いたホンンはとってもびっくりして、嘘だと言いながら、ホンンはその家から逃げ出しました。一体何があったんでしょうか実はホンンはすべて知っていたんです。姉がお家から出る前日の夜、ペン・ムリョンとママハハの星の話をこっそり聞いていたんです。星は、チャンハはカモンの名に泥を塗りました。 死ををて罪を償わせますそれを聞いたペン・ムリョンはチャンハと本業ンンがとても好きだったのでものすごく反対すると思ったもののなんということでしょうそれを強化するんですね昔の朝鮮はやっぱり家紋の名誉というのがとても大事だったらしいですねそれを聞いた本ン,ンはとてもショックを受けましたそして今チャンハは戻ってこなかったんです え今の時代だったらそのまま警察署などに行ってこれを訴えればいいんですが当時の朝鮮の法律は今には想像できないとてもおかしい法律がありましたそれは子孫や妻身分の低い者が親や夫主人を告発する場合逆賊ではない限り告発者を処分するという法律があったんです今のところで本領がこれを訴えると 無料と、星ではなく、本人が処分を受けることになるんです。結局、本人には何もできなかったんです。なので、本人は、姉が自殺したという意見までたどり着きます。姉がどうしても会いたかったでしょう。でそこで、行く場所もなく、自分に何もできない。そして、周り誰一人味方がないと思った本人は、そのまま姉のところに行ってしまいます。 これで、ちゃんはと本業はなくなってしまい、すべての財産は星のものになりました。星にとっては、長男が手足を失い、耳もちぎられてしまいましたが、お金がすべて自分のものになって、今の裕福な生活が続けられるということで、とても満足していたと思います。これで星は永遠に幸せになれるのでしょうか トン・ト本ンが亡くなってからこの村では不思議なことが起きました。この村で裁判を担当している官僚が次々と 疑問しをしていたわけですこれによって、この村では官僚の死体だらけになりました。もちろん、この話は中央政府にも入りました。中央政府は一体誰がこの官僚たちを殺しているのか確認をしようとして取り調べをしたんですが、どうしても犯人が見つからなかったんです。なので、やむを得ず、この事件を大いに報告します。みんな行きたくないと言っています。 はい新しく赴任したらその次の日、えー、死んでしまうので管理を誰もこの地域には行きたくないと言ってしまう状況になってしまったんですね。それを聞いた17代の表情は仕方ない。 新人官僚の中で希望者を選べという命令を下します。えー、新人官僚ですと、えー、まだ昇進などのために、えー、ちょっと情熱を持っているので、こういったところも行くと思ったんでしょう。じゃあ、その中で選ばれた人が新人官僚のチョン・トムルでした、えー。彼は新人官僚ではあったんですが、ヒョジョンが真に人質生活をするときに、その隣でいろいろ手伝っていた人材だったんですね。じゃあジョン ドングルがこの事件の解決のために赴任することになります。じゃあ、ジョン・トムルが赴任してから初日の夜でした。扉の外からとても怖い声が聞こえてきました。旦那様、旦那様、恨みしや、恨みしや。 じゃあ、一体どういったことでしょうチョン・トムルはとってもびっくりして何者だと叫びます。そうすると、二人の女性の幽霊がチョン・トムルの前に現れました。えー、彼女たちはこうやって言い出します。私たちはペムリョンの娘です。はい。 つまり、この幽霊は死んだチャンワとホンニンの幽霊でしたね。今までの殺人事件の犯人がこの二人だと思ったチョン・トン・グルはこうやって話をします。狙いは何だそれを聞いたチャンワとホンニンは、話を聞いてくださいと言って、今までの話をすべてチョン・トン・グルにします。 えー、自分たちがどうやって死んだのか、えー、自分たちの名誉回復のために、チ、えー、ョン・トムルが協力してほしいという話でしたね。それを落ち着いて聞いていたジョン・トムルは、一旦まず彼女たちが今までの、えー、赴任した官僚たちを殺したわけではなく、彼らが勝手に驚いて触手したことが分かり、えー、そして彼女たちを殺した真犯人はママ・ハであることも確認できました。それを聞いたチョン・トムルは、えーこの の事件はもともとこの2人が関連があるということを気づき、この事件を解決しようとします。これによって、この2人の名誉を回復させようとしたんですね。じゃあ、その翌日の朝、チョン・トムルはこの事件の中心にある2人を呼んで問い詰めます。娘たちに一体何があったんでしょうか それを聞いて、ペイムりょんはとてもびっくりして何も話せなかったんですが、その隣にいた星が香りに答えました。長女は名誉のため、自殺。そして、地上は行方不明です。そして話を続けます。長女は死んでも当然、これをご覧ください。 と言って、えー、以前証拠として出していた血まみれのタオルをチ、えー、ョン・トグルの前に見せました。えー、これでチャン・ハは死んでもいいという話なんですね。ししかし チ、えー、ョン・トムルは前日、ちゃんハから聞いた話があったので、これを調べてみますと言って、これを証拠品として調べることにします。それを聞いた星はとても慌てる様子を見せますが、もうすでにチョン・トムルはこれを持っていって調査を始めたんですね。その調査の結果、これは赤ちゃんの死体ではなく、 ネズミのの死体だったたが分かりましたつまり、星は、ネズミの死体を持ってきて、それを赤ちゃんの死体だと嘘をつけて、チャンハを殺したわけですね。それを聞いたペムリョンはとってもびっくりして、なんだと、どういうことだと言って、星を問い詰めますが、おそらくペムリョンは、カオンの名誉のためにチャンハを殺すのは、えー、強化したんですが、えー、チャンハが本当に赤ちゃんを生んだと思ってたらしいですね。それを聞いた星は何も言えなかったんです。 す、えー、ては事実だからですよね、えー、これによって、チョン・トングルは一旦まず、ホシを逮捕して、報告書を書いて、これをオウに報告します。これを聞いたオウは、長男は死刑、ホシはここに連れてこいと言って、 えー、先ほど言ったチャンアを殺した弟チャンセイはその場で死刑されることになり、ホッシーはハニャン、つまりソウルまで召喚されることになり、そこですごい尋問を受けた後に、一番残酷な死刑であるヌンジチャチャンをされることになりますね。 じゃあ、父のペイムリ無料はどうなったんでしょう父は姉妹の希望により救われるんですよ。えー、実は、チャンハト・ホンヨンは前日、チョン・トンウンに、お父さんだけは許してくださいと強く願ったらしいですよね。それを聞いたチョン・トンウンは彼、彼女たちの最後の願いとして、ペイムリ無料は釈放してあげるんですね。 そして、チョン・トングルは事件終了後、池で彼女たちの遺体を見つけますが、先ほど死んだようにとてもきれいな状態で発見されました。チョン・トングルは、えー、彼女たちをちゃんと埋めて、ちゃんとお墓まで作ってくれるんです。これによって、チャン・ハット・ホン・ヨンは、えー、成仏することができました。えー、その後、 ジョン・トングルは、いろんな自分の能力を発揮して、いろんな場面で活躍して、最後には将軍までになります。そして、お父さんであった、ペイムリョンは、3回目の結婚をするんです。 双子が生まれますが小説によりますとこの双子はちゃん和の本業の生まれ変わりということで、えー、この3人でとても幸せな人生を過ごすというエンディングになりますね儒、まあ、教の国朝鮮らしいエンディングだったと思いますがじゃあ今日皆さんに紹介したのは 朝鮮時代からあったとても有名な小説、の話でしたただ、これは小説なんですが、えー、実際の記録がありまして、この記録を見てみると、半和と本年という姉妹が、えー、殺害されたという事件が実際、新しいですね。 その実験を、えー、ちょっと物語化したのが今日皆さんに紹介したチャンワじゃなんですね。実際この姉妹の殺人事件は、えー、歴史にも記録されている事実であることは覚えてくださいね。でこのチャンワ本ンというストーリーは今の韓国でもとっても有名で、 結構まあ90年代はドラマ、映画とかにもなっていてまあ今でも小説、も漫画とかにもチャンワ本人は語られますが最近はドラマとか映画があんまりないので皆さんに紹介するのが難しいんですがその中で一つはタンスというホラー映画があります日本にも結構知られている韓国でもとっても人気だったホラー映画なんですがチャンワ本人がちょっと現代だったらどんな感じでしょうという現代スタイルの映画なんですね えー、そもそもこれは日本語ではタンスという名前ですが、韓国語ではチャンワーホンニョンという映画です。えー、今でも PDO レンタルができると思いますので、えー、時間があったらぜひ見てみてくださいね。じゃあ、今日の話はここまでです。えー 私も男なんですけれども、やっぱりこうやって朝鮮の勉強をしてみると、女性の人権のあまりにも低さにびっくりしますよね。結局、ベムリョンは何の責任はなかったんでしょうかこれで良かったんでしょうかと思ってしまいますが、皆さんの考えはいかがですかじゃあ、今日も聞いてくれてちっちゃちっちゃごまおよ。여러분、あんにょ